BBS 20インチ売りに来てくれました。スタッフさん、 BBS 売り来たいよ。高く買って、ここに宝珠って書いてあるでしょ。っていうことはキャップの BBS は金色、これは間違いなく宝珠ですね。商品箱 RN108、 バルブキャップも BBS ついてますね。そうだよ。でもどこについてたか忘れないように、右前とか左前とか全部くっつけといたらガムテープ。これやめてほしいんですよね。変なのゴム残りしちゃうんですよね。変なのとか言わないでよ。まだ売ってないんだから、これ私のだよ。はい、これはあなたの BBS です。傷だらけです。あれ、そういうこと言わないでよ。こっちにも傷ありますね。右前に傷。あれ、そういえばこの間どっかぶつけちゃったね。これ20インチの 8.5J の 43 CX5 につけてましたか。うわー、やっぱり天才だね。あんた、なんでわかったの。お客さん乗ってきての CX5 で純正ホイールにスタッドレスついてんだから、普通にそう思うでしょうな。わー、ところで買取金額いくらなの。買取金額は傷あるんでこれです。じゃあそれで、ほんでもってこれ下取りに出してなんか車乗り換えちゃうんでしょ。そこまでに破られた。みんな同じことやってます。